こんにちは、どうも星野剛志です。はい、世界のトッププロから学ぶということでですね、ご好評をいただいてますけれども、今までもですね、ブルックス・ケプカ選手、スコッティ・シャフラー選手、前回はですね、ネリー・コルダ選手を少しね、まあ、アマチュアゴルファーの皆さんもここは取り入れられますよみたいなところを、まあ、そしてこのプロはね、こういうところがすごいですよっていうところを今まで解説してきました。非常にね、まあ、好評を得ているという、まあ、もちろんここでレッスンも、まあ、東京の虎ノ門で私やってますから、まあ、ここまで受講できないっていう方からも非常にね、好評を得てますし、またね、レッスン生、スクール生、またスクール生の、まあ、ジュニアゴルファーの保護者の方から非常にね、好評を得ているので、引き続きやっていきたいというふうに思います。今日はですね、まあ、ここ今画面出てますけれども、私もですね、初めて撮影させてもらったのは多分2004年か2005年ぐらいですかね、まあ、アメリカのね、リビエラカントリークラブっていうね、ゴルフ場があるんですけど、そこで当時日産オープンって試合がありましたけれども、まあ、そこでね、撮影させていただいて、その後、まあ、太平洋御殿場ですね、これ2006年とか2007年だったと思うんですけれども、太平洋御殿場ですね。で、太平洋ビザ住友マスターズってありますけれども、まあ、そちらの方にね、来日した時にアダム・スコット選手を取らせてもらって、それから2014年の千葉カントリークラブ、2016年の狭山ゴルフクラブという形でですね、ことあるごと撮影させてもらっているアダム・スコット選手の今日はアイアンについて解説していきたいというふうに思います。それではレッツゴー。はい、それでは早速ですね、スイングの方を見ていきたいと思います。まあ、アダム・スコット選手といえばですね、まあ、毎年日本オープンに来てくれるぐらいのですね、親日家ですね。まあ、ユニクロと契約していることでも有名です。で、これ右がですね、リビエラのパー3で、撮影したものですね。まあ、今より2005年ですから約20年前ですね。2005年のこれは2月に撮影させてもらったものですけれども、まあ、早速ちょっと見ていきましょう。なんとこちら練習ラウンド一緒にしてるのはジャスティン・ローズ、こっちの影に隠れてるのはイアン・ポルターでございます。当時からアダム・スコットといえば、まあ、スイングが綺麗、かっこいいということですけれども、まあ、スイングプレーン、ライトエルボープレーンにこう乗ってきて、これちょっと斜めなんでね、少しアンダーに来てるように見えますけど、実際スイングライトエルボープレーンベタ乗りです。まあ、フォロースルーのスイングプレーンもですね、完璧に乗っていて、まあ、マッスルバックのアイアンを好んで使うんですけれども、こうやってフェースローテーション少ないという形ですね。これは以前お話ししたようなスコッティ・シェフラーのね、ドライバーの使い方に近いですね。このショットはですね、ちょうどピンまで180ヤードレーザーで、測って、まあ、基本結構低かったんですけどね、7番アイアンですね、7番アイアンで打ってました。まあ、当時ですね。で、このスイングとですね、これ正面からですね、この実際に打ったショットの正面から7番アイアンで180ヤード打ったものですけれども、まあ、大体スイングとしてはですね、まあ、いわゆるアーリーコッキングというものを、この間のね、ネリー・コルダ選手と同じで、左腕が地面と平行までに約90度のコッキングを入れて、頭を動かすことなく、スイングの7アイアンで180ヤードといっても、まあ、大体こうやって10時半ぐらいまでしか左腕は入れないですね。そこからこう下ろしてきて、インパクトして、でローテーションも少ないですね。少ない形でバランスよく振り抜くと、まあ、振り回すというようなね、ことはしないですね。まあ、ミドルアイアンの距離感がいいことでも非常に有名ですけれども、やはりですね、バランスのいいスイング、まあ、よくね、当時、彼が出てきた頃ね、コーチがブッチ・ハーモンで一緒だったということもあって、ホワイトタイガーみたいな表現をされてましたけれども、実はですね、タイガー・ウッズ、この時にですね、タイガーにも撮影させてもらったんで見てもらうと分かるんですけど、これ左タイガー、同じホールですけども、タイガーの方がですね、まあ、これはタイガー・ウッズ本人が、認めてますけれども、コッキングが実は遅いんですよね。同じ左腕が地面と平行の時に比べると、
なので、まあ、ホワイトタイガーとは言われてたんですけれども、やっぱりタイガー・ウッズよりは、まあ、アーリー・コッキングで、まあ、同じコーチが教えていても、まあ、僕はタイガーよりは振り遅れが少なくて、当時からショットのフェアウェイキープ率はタイガーよりも高かったように思っています。まあ、そしてスイングもですね、まあ、よりこう安定してるというイメージの強いアダムですよね。で、今度、これはですね、実際に、2006年か7年の住友ビザですね。で、これ、セブンアイアン同じく、で、ここに、見えますけれども、この178ヤードの、御殿場のね、当時のショートホールですけれども、これピンまで185ぐらいありましたね。やっぱり同じく7番アイアンです。で、これ真後ろからね、うまく取れてるんで、ライトエルボープレーにベタ乗りだということもわかるし、同じくフェースローテーションが全然ないということもわかるかと思います。で、正面から見てもですね、まあ、このような形でアーリーコッキングにしていって、まあ、10時半に行かないぐらいですかね。で、頭が動くこともなく、ローテーション少ない形でバランスよく振り抜くと。まあ、こう例えばよく女子プロの選手みたいにですね、まあ、ジュニアの男子ゴルファーとかでも振る選手が多いですけど、例えばこれはですね、まあ、イメージとしたら、これミシェル・リーが中学生の時ですけどね、ミシェルもアイアンだとこんな感じですよね。だけど、まあ、やっぱりドライバーとかになると、当時でもミシェルはね、これぐらい振るんですけれども、まあ、男子のね、ジュニアゴルファーなんか、学生ゴルファーなんか、こんなにね、アイアンで振らないで、穴分ぐらいのバランスでちゃんと距離を出せるようにしていくっていうのは、やっぱ非常に大事なんではないかなというふうに僕は思っています。まあ、アダムとね、前にちょっとこう、レンジでね、練習しながら、こう、話を聞かせてもらったことがあるんですけれども、ちょうどその時の映像があるかな、狭山の練習場ですね、トラックマンがあったんで、狭山の練習場でアダムが練習してる時に、まあ、どういうことをね、考えながらやってるかみたいな。あ、これそうですね。ちょうどこれが狭山でトラックマンがあって。で、これもですね、5番アイアンだったか、6番アイアンだったか。確か5番アイアンだったかもしれないですね。で、まあ、これは2016年になってますから、先ほどの映像から10年経ってね、アダム・スコット選手ももう35歳を、になってた時です。で、まあ、もちろんこうやってライドエルボープレーには乗ってるんですけれども、まあ、少しね、この時はストレートドローに打ってたんで、ローテーションがちょっと強くなってますよね。で、この時にね、アダムが言ってたのは、じゃあ5番アイアンでこれね、何ヤードキャリーするのみたいな話になって、200ぐらいしか打たないよみたいな話をこの時にアダムが言ってたんですよね。で、え、本当にみたいな感じで、こうストレートボールでここ出てますけれども、その話をしてたんですけども、いや、それは打てるよって言ってました。220でも210でもね。だけど4番アイアンも3番アイアンも入ってるからっていう表現をアダムはしてましたね。だから、そうやって考えるとですね、やっぱりこうアダム・スコット選手っていうのは、感覚的にですね、6番アイアンも5番アイアンも4番アイアンも3番アイアンも、基本変わらない気持ちで打ってるということですね。飛ぶ距離が違うだけであって、精度に関しては、まあ、ほとんど変わらないような表現をしていました。で、まあ、こうやって見るとですね、まあ、ライトエルボープレーンにベタ乗りするアダムなんですけれども、ちょっとですね、この狭山の時のこう練習っていうのをこう見てもらうと、これですね、サンドウェッジで、これはピンまで20ヤードない、あ、30ヤードぐらいですね。キャリーで20ヤードから25ヤードぐらいだと思うんですけれども、まあ、これとやっぱトラックマン使って、で、これをですね、皆さんに見てほしいんですけれど、実はサンドウェッジも同じようにアダムはこうやって打ちます。ライトエルボープレーンに乗せて、フェーストゥーパスもスクエアに打ってって、この時にですね、アダム・スコットにこう聞いたらですね、まあ、例えばこの25ヤードとかと、これは57ヤードピンまでレーザーで僕当時測って覚えて、57と書いてありますけれどもね、57ヤードのこうやってデータをこうやって打って、こうやって打ってる時に、基本的にですね、打ち方は一緒なんだと。で、そうするとトラックマンで測ると分かるんだけれども、バックスピンですね。
例えば4500回転以上あればある程度ランというのは、まあ、五輪のコンパクションスピードにもよるけれども計算できると。で4500回転以下になってくると基本的にランの計算ができなくなるので当然だけれども軽く打つと。軽く打つという意味はより上に打つということですね。こうやってでボールをゆっくり上げてこうランディング効果角度を作りながら、ランディング要はスピンで止められないと。でスピンで止める打ち方というのは、まあ、アダム・スコット自身はあんまりやらないと、リスキーだからやらないみたいな話はしてましたね。なので基本的にショットと同じような打ち方をするんですね。でこれ正面からも一応見といてもらえると分かるんですけれども、基本的にこのような形でそんなコッキングをすることもなくバランスよくポエットポンとでプレーに乗せてノーローテーションで打っていくと。これね結構アマチュアの方すごく参考になると思うので、まあ例えばスコッティ・シェフラーのアプローチのスピナーとかね、松山選手とか石川選手とかもやるようなトントンキューみたいなかっこいいです。ジョーダン・スピースとかジョン・ラームのロブショットとかだけど、ジェイソン・デイとかもそうですけど、アダム・スコット選手がやるようなこういうね非常にですね派手さはないですけれども確実な打ち方っていうのは参考になるし、まあこの流れの中ですですね、まあアダムが実際にここで打ってますけれども、これはですねピンまで90ヤードぐらいですかね、60ヤードのウェッジで打ったショットですけれども、まあこれさっきのねもう10年前から変わらないスイング、これがね強いです。やっぱりねジュニア学生の時から変わらないスイング、ライトエルボープレーに対してこうやってどのクラブも打ってってフェースローテーションなくいつでもねまっすぐ打つということをねトレーニングし続けてますから、もう90ヤードも57ヤードも30ヤードも同じプレーンで打つ、200ヤードの5番アイアンも同じプレーンで打つ、これがね非常に参考になると思うので、ぜひですね皆さんもこうアダムのスイングを見て脊柱をまっすぐ構えてバランスよく構えてローテーション少なめにオンプレーンで打つ、これ非常に大事になってくるので、皆さんもぜひこのスイングをねやっていけたらなというふうに思うんですよね。でこれもう一回アダムのスイングで、じゃあスイングプレーンどうやって意識するのっていうのがあるんですけど、この先ほど言ったライトエルボープレーン、これ実はですねライトエルボーが収まったところにレフトエルボーが収まる、うわこれがスイングプレーンがですね左右対称になる一つの方法なので、皆さんぜひここをチェックしていきましょう。はい、ということでですね早速これ60度のサンドイッチからやっていきます。先ほど話したみたいにですねアダム選手の正面から見た時はですねサンドイッチでこう打つ時にいわゆるコッキングとかをですねそんなに使わないんですね。アーリーコッキングをしないでこのような形でローテーション少なくて、まあ、結局サンドイッチってローテーション少なくてもですね内角とロフト角で球捕まりますから、まあ、彼は毎回同じロフトで当ててあげる、いわゆるヘッドスピード振り幅でですね距離感をコントロールするっていう方法をとってます。で先ほど言ったみたいに、まあ、自分がどの距離でまでは4500回転かかるかっていうのをチェックしておいて、そこから先かかってない距離のところからはボールを柔らかく打つ、例えば球の位置を左にしてフェースを開いて打ったりと、ただコックとかヘッドスピードを速くしてスピンをかけようとか、そういうことはやらないみたいな話をしましたね。で基本的なスイングプレーンっていうのは、もうショットからこう一貫しててですね、まあ、30ヤードでもオンプレーンに打ってオンプレーンに行く、50ヤードでもオンプレーンに下ろしてきてフォローするでもオンプレーンに行く、このような形で一つのアダムの基準としては左に振ってフェースをローテーションしない、まあ、これがですね非常に重要ですね。今の僕のはですね実際キャリーが40ヤードだったんですけれども、まあ、そういうような形でフェースローテーションを少なくして練習していきます。この延長線上で、まあ、先ほどの90ヤードとか80ヤードですね、同じようにトップまで上げたとしても同じプレーンで打って同じプレーンで打ってノーローテーションで打ってフィニッシュまでいく、こういうような形ですね。
左に振ってもフェースローテーションが少ない形でまっすぐ行く、まあ、こういう形でですねスイングをコントロールして、まあ、今僕はですねいきなり球を打ってるんで60ヤードしか飛んでないですけれども、まあ、そういう流れの中でスイングを起こす。例えばそうするとこの延長線上の中でゴルフをやっていくとですね、例えばこれは7番アイアンですけれども、トップ上げてこっちの入り口、この右肘のラインにフィニッシュの左肘が、収まるようなイメージですね。これすごく大事なんで皆さん意識してください。トップ上げて当たってこの左肘で、先ほど言ったみたいにネリー・コルダ選手の、ね、解説動画の時と一緒で、左腕が地面と平行までに90度以上のコックを入れて、もうそうするとですね10時まで、行かないででもですねオーバースイング症候群の方とかにはすごくいい効果があるので、あとはプレーに、プレーに沿って振ってあげる、これがすごくポイントになってきますので、右肘と左肘、入り口と出口、スイングプレーンというのはダウンスイングのプレーンだけではなくてフォロースルーのプレーン でその時にフェース2パスですね、クラブパスがオンプレーンの時にスクエアなフェース2パスをこう覚えてほしいので、先ほどのアダムのフェースローテーション少なかったですよね。フェースローテーションが少ない形で、距離はちょっと落ちるかもしれないけれども、遠心力とかですね同一線上で動くことによって芯に当たりやすくなりますから、距離がコントロールしやすくなるので、ぜひですね皆さんもスイングプレーン意識しながら練習してみてください。今日はですねアダム・スコット選手のアイアンについてね、まあ、ウェッジからアイアンまでの一貫性についてちょっと見ていただきました。次回はですねアダム・スコット選手のドライバーをねちょっと皆さんにも説明していきたいなというふうに思うので、ドライバー編も楽しみにしてください。今日の動画がいいなと思った方はぜひクリックお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。